旧統一協会との関係をめぐり自民党は12人から追加報告があったとし木原官房副長官ら4人の名前を公表しました新たに公表されたのは木原政治官房副長官をはじめ今村正弘元復興大臣石井拓衆議院議員日賀夏美参議院議員です4人は関連団体の会合に出席し 挨拶したとということです。また、今回の追加報告で何らかの接点があった国会議員は1人増えて180人となりました。